どうも、内山美恵です。今日はね、コンビニ今日買ってきたのは、それぞれローソン、ファミリーマート、セブンイレブンの石川、北陸地域ですねに売ってるコンビニ商品を順番に見ていこうと思います。こう北信越関東エリアとかで発売される新商品とかも違うなって感じたので、今日は地域限定のコンビニグッズを買ってきたので一緒に見ていこうと思います。じゃあまずはファミリーマート、その店舗で見つけたのは1個、いきます。1つ目はこちらです。はい、お菓子コーナーにあったポテトチップスです。これ300円ぐらいのちょっとリッチなやつなんですけど、きらめき塩って書いてあって、こんな感じで湖池屋のポテトチップスなんですけど、これ金粉が入ってるのかな、これ全国に売ってたらどうしよう。ちょっとどんな感じなのか、あ、開けてみよう。意外でした。箱に入ってるじゃないですか、箱の中からじゃん、袋出てきた。デザインが金箔デザインなんですね、これ。ちょっとちゃんとこうシワのある感じ、開けてみよう。せーの、おー、いや、これは写したい。光り輝くの見えますか。これお土産にもらったらめっちゃ嬉しいやつ。へー、これすごいね。食べるのもったいな。食べてみよう。いただきます。あ、うまめ、甘めの塩。うん、うん、おいしい。おいしいし、リッチな気分。続いて2つ目、私の行ったセブンイレブンに売ってあった商品をご紹介します。こちらが、はい、ぶっかけそうめんです。北陸地域限定、新潟と北陸の地域限定のメニューでぶっかけそうめんです。下にこちら見てほしいんですけど、北陸三昧使用って書いてあるんですよ。ぜひ教えてほしいんですけど、例えば新潟に行ったら新潟三昧使用って書いてあるのか、それとも福岡とか北海道とか関東に行ったらこれが何三昧になってるのか、すっごい気になったんで教えてもらえるとすごく嬉しいです。で、これがセブンイレブンです。で、次ローソン。ローソンがね、結構いっぱいあったんですよ。大きいのから紹介しますね。はい、まずはなんかなんていうの、コンビニ入ってこうヨーグルトとかスイーツが売ってある上の棚に結構目立つところに置いてあって、かが茶風味に仕上げたハッピーターン、こちらも北陸限定のハッピーターンが売ってました。こういうの売ってるとさ、コンビニでもお土産が買えるからすごくいいよね。お土産屋さんに寄れる時間があるときはいいんですけど、車を止めてわざわざ行ったりとか、駅の中でも結構混んでたりするとね、時間かかっちゃったりとかねするんですけど、こうやってねコンビニにあると、いや、すごく嬉しいなと思いました。作ってるところは新潟市だね、はい、これが地域限定のハッピーターン。はい、次です。ローソンも地域ごとに発売する商品が違ってて、中部エリアっていうので出てた新商品、まず1個目がこちらです。ココイチさん監修のチキンカレーおにぎり。石川県金沢がカレーが有名なんですってね。で、ゴーゴーカレーとかも発祥の地、カレー屋さんがすごく多かったり人気なイメージなんですけど、中部地域でカレーとコラボしたチキンカレーおにぎりが出てました。もう一個あるんです。こちらもカレー商品です。はい、どん、はい、カレー焼きそばロール、キャベツ、卵、人参、
パセリとかいっぱい入っててめっちゃ美味しそう。でチューブで言うとなんかね、そのコンビニには置いてなかったんですけど、麺屋花火監修の台湾混ぜそばとか、名古屋名物味噌カツ丼とかもチューブの新商品で出てました。これがね、関東情報だと同じ時期に新発売になってるのが、旨辛冷やし担々麺とか、パンで言ったらもちっとしたトマト&オリーブベーグル、トマトオムレットヤングコーンの彩りサンドとか、パン系が多いんだね。はい、こんな感じでございます。ちなみにセブンイレブンで地域限定で、山梨長野限定だと信州味噌仕立てのラーメンサラダとか、あとね関東だと埼玉一部北関東限定のとろとろ卵の鶏カツご飯とか、こうやって感じでね、エリアによってね全然ね新商品のメニューが違うから、こういう楽しみ方も面白いですよ。でそうなの、お酒コーナーに石川の日本酒が売っていて、これ私でも聞いたことがあるから結構お酒好きな人は有名だから知ってる方多いんじゃないかな。石川のお酒で菊姫、濃厚で甘口って書いてあります。これ甘口なんだ、濃厚甘口タイプの石川のお酒の菊姫がコンビニでも買えるそうです。とあとはうちの弟が日本酒好きなんですけど、これ聞いたことなかったなって言って珍しそうだったので買ってみました。加賀まとい、このラベルが面白くって、お米と水だけのお酒って書いてあって、こうやって生産者さんのね顔が出てたりとか、就任以来優等賞連続受賞、これは確かねすごい辛口、純米辛口だそうです。酸味と旨味のバランスの取れたキレのいいすっきりした辛口です。福光屋さん、お、金沢で最も長い歴史を持つ酒蔵です。福光屋さんの加賀まとい、はい、これも買ってみました。で地域のお酒がねローソンさん売ってました。でここからは番外編、スーパーによってこのご当地スーパーお土産みたいな、なんだろうこれなので、ちょっとネットで調べて気になったやつがあって、加賀防法寺茶っていうのがこうスーパーで買えるこっちの地域で出てるお茶らしいです。コンビニでね3軒見たんだけど、これはねコンビニには売ってなかった。石川県焙煎茎茶 100% 塩、ポッカさんから出てました。でこれともう一個、こっちのご当地のソウルフードみたいな感じなのかな、ビーバーっていう加賀生まれ北陸育ちのお菓子、もち米だからおせんべいみたいな感じなのかな。これがなかなかネットで調べた時こうなんだろう、ソウルフード的なのでね出てきたので気になって買ってみました。これも食べてみたい、ちょっと開けて食べてみようか、どんな味か全然想像がつかない。デーカって書いてあるんだけど、あられ揚げあられか、しょっぱいせんべい、揚げせんべいみたいな感じかな。おわ、揚げせんべいの味がする、味じゃない、匂いがする。出してみますとねこんな感じでございますね。じゃあビーバーいただきます。初ビーバーです、北陸のビーバーいただきます。あ、うまっ、あ、めっちゃ美味しい。これ食感がねすっごい軽いおせんべい、おいしい。この黒いのにね、ちょっと見やすいのですよ、このね黒いのがね日高昆布って書いてあります。昆布とナルトの焼き塩だって。これしょっぱみが美味しいね。うまっ、あ、美味しい、止まんねこれ。うん、お菓子ばっか食べてる、美味しい。こういうね地方でしか買えないお土産で保存も効くやつっていいですよね。はい、というわけで今回は石川限定のコンビニに売ってある、まあ、地域限定商品みたいなものを集めてみました。あとでネットで調べたんですけど、セブンイレブンさんとかは地域ごとに北海道東北関東を
こう東海、近畿とか九州、中国、四国みたいな感じでそれぞれにね、新商品のメニューが変わってたり、その地域その地域に合うような商品が売ってるし、あとは県ごとにこういうね、特産みたいなのがこう売ってるのがすごい楽しいなって思ったので、関東に行くことも多いですし、いろんな県に行くのでまたこういうのをやっていけたらいいなって思いますので、ぜひぜひお待ちしております。コメントがあればね、参考にさせていただきたいと思います。はい、というわけで今回は地域限定のコンビニアイテムを探してみました。普段お仕事とか用事があって行かれる方とかって、わざわざ観光地だったりお土産買える場所まで行く時間ないよっていうことが私も含めて多いと思うんですけど、県ごとにね買えるアイテムがあるかもしれないので、お時間ちょっとあったらコンビニで探してみてはいかがでしょうか。この動画が少しでも良かった方はグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。再生リストにまだまだたくさん動画ありますので、次の動画も見てください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。これ今開けちゃったでしょ？これも今開けちゃったでしょ？私今からそうめん食べるでしょ？でもどうしよう。私そうめんだけ食べてこれお土産にしとくか。じゃあそこら私食べようか。